自転車で日本一周を目指しているこの男。その正体は警察署から脱走した逃亡犯であった。彼が警察署から逃げ出せた考えられないような理由。そして48日間の異様な逃亡生活についてご覧いただこう。皆さんどうも、機長と申します。前回の動画で過ごしやすくていい季節だなって話してたら、最近急に寒くなってきたね。東北とかはもう雪が降ってるのかな？それこそ宮崎に住んでるじいちゃんからこんなラインが届きました。もうこれ見たらほっこりして寒くなくなったよ。でも80代半ばにしてはこうやってライン使ったり、自分で撮った写真をパソコンに取り込んだりとかして、結構バイタリティに溢れてるんだよね。まあもともと獣医さんとか大学の校長先生とかしてたからさ、すごい頭がいい人なんだけど、ただ前回宮崎に帰った時に結構痩せてたから心配なんだよね。それこそ動画でも話したけど、今年の2月には母方のじいちゃんが亡くなっちゃったからさ、まだ生きてる父方のじいちゃんばあちゃんにはずっと元気で長生きしてほしいな。まあ来月宮崎に帰るからまた会えるんだけどね。みんなもおじいちゃんおばあちゃんがご存命で長いこと会ってないなって人がいたら、この機会に連絡してみてはいかがでしょうか。というわけでまた TikTok で前置き長いって言われるから本題に入ります。今から5年前警察署から逃亡し日本中を騒がせた男、飛田純也について見ていきましょう。脱走の真実。2018年8月12日、大阪府富田林警察署に、とある男が拘留されていた。彼は、当時30歳の、飛田純也。大阪の比較的裕福な家庭で生まれ育った飛田は、中学生の頃から悪さを繰り返すようになり、何度も警察のお世話になっていた。万引きや窃盗やひったくり、また若い女性に対する恐喝や恫喝、暴行に猥褻行為などを数え切れないほど行っており、キモすぎ。この当時も強盗致傷や強制性交など4つの罪で起訴されている最中であった。そのためこのままではまた刑務所に入れられてしまうと自分で分かっていた彼は、この富田林警察署から脱走することを考えていた。そのため飛田は署内の警官の行動を細かく記録したり、金属片など脱走に使えそうなものを集めていた。そして8月12日のこの日、計画を実行に移したのである。彼は面会室で弁護士に対し、今日の面会は終わったと自分から警察官に伝えるので、このままおとなしく帰ってほしいと、そのように伝えた。そして弁護士が帰ったのを確認すると、部屋を仕切っていたアクリル板を破壊して面会人側の扉から外に出たのである。しかしなぜ警察官は脱走に気がつかなかったのか。そこには考えられないような理由がいくつかあった。面会中、監視を担当していた警察官2人のうち1人は休憩中だったのだが、もう一人は持ち込みが禁止されていたスマートフォンで野球のニュースを見たり、大人の動画を見るのに夢中になっていたのである。何してんね。また面会室側の扉も施錠されていなかったのだが、本来であれば扉が開いただけでもブザーが鳴る仕組みになっていた。しかしこの警察署ではそんな必要はないと勝手な判断をして、ブザーの電池を抜いていたのである。何をしてんの？何をしてんの？こうして飛田が逃走してから約1時間半が経った頃、警察はこの緊急事態に気づき、すぐに彼の捜索を始めたのだった。そしてここから48日間、飛田純也の異様な逃亡生活が始まる。48日の逃亡劇。警察署を脱走した飛田は自転車を盗んでひたすら漕ぎ続け、四国方面へと向かっていた。だが警察は
彼が大阪に潜伏し続けていると考え、富田林警察署付近にのみ緊急配備を敷いていた。その間にも飛田はひたすら移動を続け、大阪を出ると兵庫県、岡山県、そして広島県を通り、脱走してから10日ほどで四国へとたどり着いた。すると彼は愛媛県の県庁にある自転車新聞化推進課を訪れたのである。ここは簡単に言ったら自転車の文化をもっと広める活動をしているところだね。ああ、愛媛県には日本三大サイクリングロードの一つ、しまなみ海道があるからの。県としてもサイクリストを応援してるんだね。飛田がここを訪れた理由、それは自転車で日本一周を目指しているサイクリストになりすますためであった。その後、役所の人たちに日本一周と書かれたラミネート加工の札を作ってもらうと、それを皆から見えるように荷物に貼り付けて、再び逃亡生活を続けた。この頃彼は和歌山県出身の桜井淳也という架空の名前を名乗っており、その見た目も真っ黒に日焼けして、髪は短く、髭も伸ばしており、逃亡前とはまるで別人のような姿になっていた。また愛媛県内でサイクリング仲間ができた彼は、その男性と共に行動するようになっていった。旗から見れば日本一周を目指している二人のサイクリスト。話しかければ愛想よく写真撮影にも応じており、まさか彼が逃亡中のお尋ね者だとは、皆知る由もなかったのだ。だが当然もうこの頃には、大阪の警察署から飛田純也という人間が脱走し、逃亡中であることは全国的なニュースになっていた。そのため大阪府警は連日3000人の捜査員を導入して彼の捜索に当たっていたのだが、全く足取りをつかむことができずに、日本各地から非難の声が届いていたという。しかし脱走から48日目の9月29日、飛田の逃亡生活は意外な形で幕を閉じることになる。その日、彼は山口県内にある道の駅にいたのだが、そこでお餅などを盗んでいたところを万引き G メンに見つかったのである。すると激しく抵抗して暴れる彼を見て、これは何かあるのではないかと店員が警察に通報して、ついに全てが発覚したのだった。実は飛田は逃亡中にも万引きやひったくりなど様々な罪を犯しており、脱走前に起こしていた事件と合わせて計21件の罪で起訴されることになった。そして2022年の3月、飛田純也には懲役17年の判決が下ったのだった。また国民から大きな批判を受けた大阪府警は、富田林警察署の署長を含めた14人の警察官に処分を下した。警察官の怠慢により犯罪者を脱走させる事件など、今後二度と起こらないことを願うばかりである。はい、どうだったでしょうか。結局去年懲役17年の判決が下って、殺人とかしてない割には結構重めの判決に感じるかもしれないけど、もう何十件って犯罪を昔から繰り返してるし、その標的も自分より力の弱い女性ばかりを狙って悪さをしてきたことを考えたら、17年ってのが短すぎることもないんじゃないかなって思います。ちなみに彼は取り調べでアクリル板を破壊したりしたのは、自分じゃなくて与田相馬って男なんだって言ってたみたいだけど、もちろん飛田以外にそんな男はいなかったからさ、警察も与田相馬って何なんだってなってたんだけど、これって逆から読んだら、ま、嘘だよって言葉になるんだよね。もう反省する気全然ない。ただ17年後には出所して、またこの社会で生きていくわけだから、最低限人に迷惑をかけないぐらいには刑務所の中でしっかりと更生してほしいものです。